2月日少な。モード B 濃厚の状態でもうちょい打っていきましょう。あった、423件持ち玉で上がってないと。モード B やと思ったら打ち続けんと天国上がるまで。オキドキってまあもうそういうゲームですから。はい、341ゲーム持ち玉でレギュラーボーナスきつい。はい、上がっておらずと遅れましたね。69ゲーム持ち玉レギュラーボーナス32ゲーム上がらず。はい、追加投資です。全部飲まれました。とりあえずビッグワンですね。はい、上がっておらず。まあ一番起きて欲しくなかったことがおそらく起きてたということでしょう。次回岸田パッチの日程が決まりました。2月26日、いつも通り、コーナー規制の川西店さんにて、必死のプチ収録させていただきます。それに際しまして、いつも通り、1週間前の2月19日0時に、僕のブログの方で、小説をアップさせていただきますので、ぜひ読んでブログコメントをよろしくお願いいたします。そして、当日は、ぜひ皆さん握手しに来てください。ブログコメントと握手の数が、僕のギャラになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ結果論、朝一も別にリセットのチャンスモードやったっていうことはほぼほぼ僕の中で否定されて、でまああの高速点滅通常 B 濃厚って言ってたのも、まあおそらく通常 A スタートやったんでしょう。そこもまあ両方ね、結局まあ薄いことが起きちゃっただけで、まあ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 、おきどきの打ち方としては、僕はまあ一辺の悔いなし、まあ、思い返しても、やめ時っていうのはなかったんかなと、ここまで思ってますんで。237ゲーム下出しレギュラーボーナス総投手19本、もう当たり数えるだけなんで。はい、レギュラーボーナス終了。もういきましょう。何も考えても無になって、どうした。はい、2ゲームやっと上がった。あ、ドキドキ確定。うん、ラッキーはドキドキモード以上確定。卵行こう、卵、よっしゃ、どうや、よっしゃ、やった。ちょっと待って、ボンド正月が来たみたい。行きましょう、戻ってきましたよ。身を清めた。頼むぞ、もう、ま、爆連してくれ、爆連。はい、終わりました。とりあえず1ゲーム目には光ります。でこれからこの先、まあ、通常あたりでも 0. 何パーセントちょうどに上がる可能性もあるんで、でまああのこれ点灯時にね、ハイビスカス点灯時にドキドキランプがついたらこれもう問答無用でちょうどになんで、まあ、とりあえずもうドキドキしながら打ちましょう。
つ。とりあえずドキドキモードこう確定してる状態なんで、ドキドキ以上は落ちる先が通常 AB とかじゃなくて引き戻しでもなくて保証モードには一旦行ってくれるはずなんで、この次も一応保証はあんのか、ね、この次も最低でもあと1回は来るはずです。かなちゃんランプがついてたからね。保証モードでもかなちゃんランプつくんかな、星ジュンベルで。ちょっとその辺が定かじゃないで、僕ごめんなさい。でまあドキドキ中は特殊点滅に関しては天国とまたちょっと変わってて、振り分けが固め右尾は左だけつくっていうやつ、もしくは点滅時にドキドキランプがつく以外の特殊点滅引くぐらいなら通常点滅の方が一応いいということになってるんで、まあ一応ちょっと高速点滅はマシなんかな。高速はやっぱり優遇されてるか、まだドキドキ大会が。まあ、パネルショートも当然モード無用の、ドキドキ以上確定なんで、ドキドキ滞在時はね。はい、494枚まだまだいきましょう。こんなんじゃ終わらんよ。はい、通常点灯ビッグボーナス、音は普通ですね。音は何の示唆もなしと。せめて投射まくっときたい、このチャンスでプラス域には持っていきたいです。はい、684枚、まだ行こうまだ行こう。よし、2ゲーム、ビッグボーナス、よし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 。落ちたあかんぞ、落ちたあかんぞお前ほんま。おーい、ショーク さん、よしよしよし。とりあえずこれでまくり確定っす。オッケー。はい、888枚。はい、1ゲームいきます。これで落ちたりすんなよほんまボケがって。通常点灯で、テンパーも普通で、ビッグボーナスですね、当然。絶対落ちたらあかんぞ、こんなしょうもないところで。まだ右、左、中、はい、総獲得1073枚。まだやぞ、まだ全然あかんぞ、もっと行こう、もっと行こう。よっしゃ、ビッグボーナス、オッケー、いいよいいよ。これで7連目か。中、右、左、はい、1276枚。まだ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 やで。
高速点滅。はい、高速点滅。高速点滅は、高速点滅はまだマシな、まだマシ、まだマシ。時々にいる可能性の方が可能性高いやつやな、確か。そうですね、うん。欲を言うとですね、特殊点滅する時はレギュラーが揃ってほしい。そしたら次回ドキドキ以上確定なんで、ご安心なんですよ。普段特殊点滅して、特殊点滅したらビッグボーナス確定なんですが、ドキドキモード以上に限っては、ドキドキモード以上ですよっていうサインとして、特殊点滅パネルショート等でレギュラーボーナスを揃うようになってますんで、まあ、その辺もうまいですよね。はい、1472枚。まあ、さっきもドキドキ2ターンやったとすれば、高速点滅まだドキドキにいる可能性は高いんで、行きましょう。少なくとも保証にはいるはずなんで、32ゲームは安心でしょう。よしよし、通常ビッグボーナス、ビッグばっかりだから、速度が異常に速い。はい、1684枚。まだ落ちてなあかんぞ。おい、1ゲーム目ビッグボーナス。先輩はもう普通と。オッケー、いい流れが来てますね、完全にね。はい、1883枚。落ちてたらほんま承知せんぞ。まだよーし、チェリーで。おそらくチェリー、これで転落抽選はなしで、ビッグボーナスということは、おそらく次回もこれがドキドキやったらね、保証モードじゃなくて、ドキドキやったらば、また次回のドキドキ以上は確定してると。はい、2092枚。多分チェリーから当たったからまだおるはず。まあ、いろんな可能性考えられますけど、あれは実はチェリーじゃなかったとか、あの回にはもう保証モードに転落してたとか、いろんなことは考えられますけど、そんなことは起こらん。普通にドキドキに折って、でその最中チェリーで当たって、まだドキドキに絶対いるはず。ああ、パネルショート、パネルショート来ましたね。これで次回も確定です。次回も確定、パネルショートは。初めてちゃうかな、レギュラーボーナス。すごいな。あら、来たったら着きましたよね。そこでアカウント開設を記念してプレゼントキャンペーンを実施中。なんと抽選で300名様に1000円分の LINE プリペイドカードをプレゼント。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信してますので、皆さん友達登録してキャンペーンに応募してね。